フライパンで丸い形にされたレシティ・レシティ、またはロスティは主にジャガイモから作られるスイス料理。レシティはロースとした料理を意味し焼いて調理される料理の総称だったものが後にジャガイモ料理に限定されるようになった。もともとベルン州の農家の一般的な朝食だったが今日ではスイス全土から欧米の多くのレストランでも食べられる。多くのスイス人は 国民食だと考えている。今日、それ、自体を完全な朝食と考えるよりは、一般的にセルベラーとか、フライシュケーゼなど、他の料理の付け合わせとされている。下ごしらえ済みで、焼けば食べられる、レトルトパウチ商品としても流通している。荒くおろしたじゃがいもの、以下茹でたものを用いる。通常、塩コショウと、揚げ方によっては、バター等の油脂を加えることがある。 あるいは料理を使用する。次に、おろしたジャガイモを、通常直径3から1 2トル厚さ1から2トル間の円形か、パテ状に形を整える。サイズは様々である。ただフライパンの形に合わせるだけのことも多い。それらを通常フライパンで揚げるか、オーブンで焼く。基本的にはジャガイモのみからなるが、ベーコン、玉ねぎ、チーズ、リンゴ または新鮮なハーブなど多くの材料を追加することもあり、そこにはしばしば地方食が現れるとされる。どんなレシティが最高であるかについては、様々な見解がある。意見が最も大きく分かれるのは、主な材料として使うジャガイモがいか茹でたものかという点である。また、レシティに最適のジャガイモの種類が何であるかについても広く議論がある。伝統的には、 レシティポテトという特別な種のジャガイモが使用されている。スイスでは主にドイツ語圏で食べられているが他の地域でも簡単に食べることができる。レシティはラテン文化とは対照的にスイスドイツ文化のステレオタイプな部分として表現される。フランス語圏とドイツ語圏を隔てる地理的な境界線はレシティグラーベンと呼ばれ直訳するとレシティ溝となる。 ありがとうございます。